平成30年12月2日王子スタジアムにて2018ウエスト2クラシック関西社会人入れ替え戦 X1、X2 入れ替え戦本日の3試合目になります。サイドワインダーズ対フォーパーツ福岡サンズの一戦が行われます。16時50分キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。この試合に勝ったチームが来季の X 一部です。奥側からブラックのユニフォームが X1 サイドワインダーズ、手前側ホワイトのユニフォームがフォーパーツ福岡サンズです。フォーパーツ動かさずキックオフ、サイドワインダーズリターンで試合が始まります。それではここでアメリカンフットボールのゲームの仕組みをご紹介いたしましょう。アメリカンフットボールは1つの人数になっています。ゲームは攻撃チームと守備チームに分かれます。